ちなみにマー君はこの B リアルっていう言葉知ってますか？B リアル？はい、これ何のことか知ってますか ？B リアルっていうのは。B リアルは普通に知ってる。お、俺もわかる。やべ、マーシーわかるよねきっと。わからん。いやー。マジ？やべ、わかんないかも。高校生みんなやってるよ。B リアルこれ。あ、待って知ってる。アプリ。あ、こんにちは。そう。あ、知ってる。まあでも何のアプリかは。知ってるわ。めっちゃ送られてくるわ。あれだ。タクシーがめっちゃ早く着くやつとかじゃない？それゴータクシーじゃないの？ S ライドとかゴータクシーやねん、それは。S ライド、ゴータクシー。なんかそれぐらいのスタイリッシュさあるなと思って。お前も知らんのかい、本で。やばい、知らん。ちなみに B リアルは、なんか SNS ですね。大学生など若者の間で流行してる SNS で。まあなんかその、ね、リアルで。2分以内にね、こうツイートみたいなことしなきゃいけないんだけど、それがインカメと、まあ、内カメと外カメ同時に写真を撮って、しかも無加工で上げなきゃいけないっていう。うわ、そう。えぐ。怖すぎるよな。怖すぎ、ね、っていう SNS。で、高校生は、で、高校生とか今みんな B リアルやってるらしい。最近モランらしいよね、若い子、ね。ちょっと待って、検索する。じゃあ、はい、何顔面大乱闘スマッシュブラザーズみたいなもんってこと？まあ、嫌な言い方やけど、そんな感じ。やばすぎ。誰がボコボコになった顔面や、やめとけ。でもなんか逆にそのアプリで持ったりするのちょっと古いよね、みたいな。そういう感じになりつつあるんじゃない？多分。ね。逆にダサいよね、みたいな。ありのままで行こうぜ、みたいな、そういうことらしいっす。そういう時代は来てほしいよね。やっぱありのままで受け入れられるようなね。そうだね。なるほどね。はい。今後僕らはライブ。今後僕らはライブ終わりは無加工でいきます。恐ろしい。はい。B リアル。怖え、B リアル。ということでね、まあ以上ですかね。他にも問題ありましたけど、まあちょうどいい時間で切りもいいんでね。はい、ありがとう、センラ。いやいや、とんでもないです。ありがとう。はい。いや、勉強になったわ。ありがとう。思ったより勉強になった。ちょっと。ね。食べたろ。いや、一番知っとくわ、その言葉使うようにしとくわ。確かにね。でも歌詞の中に LINE とか入ってくる歌詞とかさ、実際あるからさ、昔ならなかったから。確かに。そのちょっと、重要かもしれない。はい。LINE、歌詞に LINE が入ってくるの？歌詞の中にそのラインっていう言葉がある、あ、そうなんだ。いや、まあ、でもほんまに今日ガーチャー楽しかった。ほんまみんなありがとう。ありがとう。使うな。ありがとうやで。使いこなすな、ほんま。楽しかったね、ガーチャー。ありがとうや。はい、ありがとう。ほんと準備してくれて。ではまた、ありがとう。また会いましょう。ありがとう、はい、ありがとう、ありがとう。バイバーイ。バイバイ。僕長ありがとう。僕長ちげえだ。